夏の着物でちょっとまあ高級的な感じで3層になってますね。3層に、うん、で一番上が普通の紋、下が真ん中が白と言って被爆で、一番が裏と3段になって、それをまあ同時に織るさけに、まあそこちょっとは難しいんですけど、楽雲社という織物は、まずゼラチンを鍋に炊いて、それでそこへこの抜きをつけて、でそれを織るんです。でそれが乾くまでに柱棚、濡れてるやつを柱棚、夏とか天気の乾いてる日は暑い日は早く乾くんです、うんうん、乾くまでに次を越さなあかんし、その冬は割と乾きが憎いさがゆっくりできるんです。夏はもう早くせなあかんし、だからもう難しいものは折れないと。夏は優しいもの、冬は難しいものというふうにもう分けて折らしてもらってますけど、そうなんですか。もう何しろもう濡れが糸によっても、その早く乾く人となかなか乾くない人ってあるんですわ、うん、私としてはもう雨の、皆さん雨の日とかそういうの嫌がらはるけど、雨とかその寒い時の方が僕は喜ぶんです。折りやすいんです、もう天気のいい日は折れにくいんです。なんか日曜日は天気のいい日、仕事の日は雨の日、それが欲しいんです普通の織物はかえって雨の日が織りにくいです、というのは旗とかいろいろあります、これ伸びてくるんです。伸びてくるということはこう引っ張って上がってた時に、こう引っ張りが鈍くなってきたらこう上がらないんです、僕だからもうギリギリでやってた時に、これが口が小さくなってきたらかえって折れにくい、ほんでこうそれを加味してもちゃんと考えてやってるけど、あんまりにも湿気が多いとだんだんな口が小さくなってきて、この火がちょっと通りにくいと。なるほど。感動した時は、やっぱり自分の織ってるものを着てもらって、その人がすごく美人に見えた時に感動しましたね。帯もいいけど、と思って、着た人もいいなとか確かにね、着物着た人はね、僕らでも振り向きますし、それはもう、さっきも言ったけど、もう僕が泣きてたら絶対にも全然間違いないし、だからもう皆さん女性はもう着物着てください絶対によく見えますから。私ね、もうこれで50年はやってますね。50年こういう人もだんだん少なくなってきて、若い人が少しか入ってくれないと、だからもうだん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 こう少なって、今はもう、自身で平均年齢が70歳ぐらいと、非常に高齢化社会でも、それもまだいつ辞めていかある人か分からないし、船越さんがお辞めになると、亡くなるっていう、その船越さんだけの折り方があるわけですよね。あ、そうですね。それ、なんていうようなものですか。それは楽文社で言うて、昔はそこそこやったはった人もやったけど、だんだん減ってきて、今も私一人で、もう店の人も私が辞めたらもうこの織物はなくなるという感じで、毎日決まってるんですけど、僕もそこそこの年になりましたし、いつまで続くことわからないし、早く後継者を作りたいんですけど、なかなか適当な人がやらへんし、またはっきり言ってちょっと邪魔くさいところもあるし、八百屋さんというのは難しいということですけどね、それを克服してくれはる人が言い張ったらいつでも僕は教えると思ってるんですけど、最低5年ぐらいは追ってもらった人だったらなんとかついて、
まあ、1年ぐらいついたらなんとかなと思いますけど、だから5年の経験があって、うん、で1年ぐらいあの一緒に教えてもらうと、うん、多分ものになるかもしれないと。そうです。若い人はね、覚えるのが早いからね、うん、もうひょっとしたらもう3年ぐらいするのもいけるかもしれない、うんうんうん、その人のやっぱし器量というか、うん、センスがあったらもうそれはどこの世界でも一緒ですから。そうですね。